はい、2本目の演説をさせていただきたいと思います。本日11月23日祝日でございます。本来この11月23日という日はこの国の行事にとって何という日だったか、これはですね、実は大敗を喫していた、1945年米軍に対し負けたあの戦争の後、 GHQ がこの重要な11月23日という国の行事、祝日を人道感謝の日というふうに名前を変えてしまっている。このような事実、意図、歴史的経緯を今日はここで述べさせていただきたいと思います。では、悠久の2700年の我が国の歴史においてこの11月23日という日は何回日であったか、これ二波祭っていうんですよね。それでは二波祭とは、何か、宮中において天皇陛下が、神国を天地と神に備え自らもこれを食する祭り事であります。つまりこれは我が国における五穀豊穣のお祝いの日もあるということであります。これを反日左翼マスコミは一生懸命すり替えている行事があります。ハロウィンですよね。ハロウィン、どこの国の行事だか、必要のない、あるんだか、ないんだか、このようにハロウィンというふうにテレビを使って一生懸命日本の伝統行事、祝辞行事である新波祭をすり替えやってる、その張本人を誰か、これ電通なんですよね。電通が一生懸命我が国のこの新波祭、2700年の悠久の歴史の中で行われてきているこの祭り事を、お祝い事を、ハロウィンというあの渋谷のスクランブル交差点のランチ騒ぎ、この各地化したテレビ放送の大敗した文化、皆さんこんな日本をどう思いでしょうか。そしてまた反日マスコミは、どうでもいいとは言い切れないんですけども、ある単語を今一生懸命発信しています。それ何か、トランスジェンダーですよね。トランスジェンダー、ちょっと話がちょっとまた変わって申し訳ないですけども、LGBT、分かります。そのね、自分が一体生まれてきてから救急車が発信しますので、ちょっと読みたいと思います。LGBT、 L は列ですよね、G はゲイ、B はバイセクシャルだったと思うんですけど、まあバイセクシャルってね、勝手にしてたって俺は思うんですけど、そのうちの一番最後の T、
その T はどういう人かっていうと、自分が一体どっちなんだかっていうふうな、もうはっきりしないっていう、それを本当にこんな少数の報道機関を使ってマスコミを使って指数と時間を割いてまでいう重要性とか必要性というのは私はとても感じないですね。 LGBT 自体ですよ。そのうちの4分の1 T の部分、トランスジェンダーの人たちをまたスマートフォンの YouTube を見ていると、そんなコマーシャルが CM が入ってきます。でももっとですね、もっとですね、このあるべき報道の形としてありようは深さがあるか、このマスコミという報道の自由、発言の自由、報道の構成という面で定義として立ち上げるべき事象なのか、私は必要ないのではないかと、このように思います。これで今日の2つ目のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。